お待たせいたしました。お待たせいたしました。すみません。ほら、これかわいいでしょ。ワンワンちゃん書いてあんの。かわいいよね。ただなんかこの星すぐなくす。私いっつもこの帽子ないってさ騒いでる気がする。リファのポルジャのやつないんだけど、どこでもなくす。すぐなくす。だから今回は絶対になくさないようにしない。リコちゃんの最近ハマってること、はじめん。はじめんです。はじめん。もうみんなね、呆れて何も言わないからね。はいはい、はじめんね。かっこいいと思う。なんか山田孝之さんとコラボしていらっしゃって、山田孝之さんの SP みたいな最近やってたんです。それもねスーツだったの。スーツだったの。やばくない？え、私への指針なのかなって思ったぐらいスーツだったの。嬉しかった。ありがとうって心から思いました。はい、スーツっていいよな。あと私あれも好きだよ。なんかあの塩ビ服じゃなくて、なんて言うんだっけ、あ、忘れちゃった。あのさ、違うの、和装、和服、袴？袴？だよね。ん？なんかあるよね。なんか袴たる概念がわかんないんだけど、なんかそれが結構すごいとてもモンツキ袴って読む。これ多分それかな。それも好き。あとペンキ屋さんがよく着てる下が膨らんでるズボンも好き。作業服みたいな。作業服好き。ガテン系も好きなのかよ。
家庭系というか、顔が良かったら何でもいいんだよね なんか男らしいのが好きなのかも。男の人だな、男らしいなって思う。人。なんかさ、ちょっとにやけていい？なんか細いなって、なんかまあこう普通にこう見てて、なんか細いなって、身長高い、ちょっとひょろっとした系でも、なんかこう脱いだ時に T シャツ1枚とかなった時に、こうなんか背中筋 背筋がさ見えるのがギャップでいいよね っていう話。ちょっとぱっと見細くなるために生活 そう、背筋熱いな。いや背筋熱いよ、背筋ある男性結構ポイントアップ。なんかすごいピンポイントなこと言っていい？こうやってなんか作業しててさ、なんかここでなんかやってる。ここでなんか、例えばなんか、携帯いじってるのか、なんかわかんないけど、ここでなんかやってるとするじゃん。その時にさ、男の人ってさ、後ろから見たらさ、背中でここの手元が見えなくなるの、わかります？それがいい。わかる？なんか、いや普通の男性でもなんか背中自体がこう大きいんですよね。肩が何だろう、だからなんかここでなんかしても見えないじゃん、背中が大きくて。で、そんなにこう筋肉がある人がこうちっちゃくなって、なんか細かい作業をしてって手元が見えないみたいな後ろ姿にキュンとくる なんかさ、なんとかしながらノールックで何かするみたいなのもかっこいいよね。なんかわかる？女子は多分分かってくれると思うんだけど、例えばなんか運転しながら、なんかなんか見ない、あえて見ない。あのキキってなっちゃった時にこう止めてくる、あごめんねみたいな、そうさりげない優しさある人とか、大丈夫みたいな。運転してて助手席に乗ってるとするじゃん、キキってなった時ってちょっとおみたいになるじゃん、その時に「あごめんね」ってできる余裕のある人がいい。言ってるシチュエーション分かる意味とか、なんかさこっちで電話してて「もしもし？」みたいな、電話してて「ああなんとかですよね」みたいな、仕事の話してる
あ、そうですねみたいな、はいはいみたいなやってる時に、リガがこうやってさ、ペットボトルがこう開かないとするじゃん。え、ペットボトル開かないみたいなやってる時に、なんかこう電話しながら、あ、はい、そうですよね、はいって ってくれる人がいる 貸してとかもなく電話してるからね。なんかリカが隣で「これ開かないどうしよう」みたいになってる時に、なんか「はいはい」あ、でもそれはなんか先週こうなんか言ってたんですけどみたいな こういうのがいい こういうのがいい。今の私かっこよくなかった？ リカペットボトル開けられないから、何回かそれスタッフさんとかにやってもらったことがあるんですけど、なんかってなった いいもの見た そう、ペットボトル開けられないんですよ。だからなんかこうスタッフさんとかがなんか見ててくれるじゃん。でもなんか先方と連絡取ってるみたいな時とかにやってくれたことが何回かあって、ってなってた ってなってた とか、あとは、なんか不意にキュンとする仕草でしょ。なんか背高い人とかにこうやって覗き込まれるのもいいよね。自分が背低いからさ、なんか大丈夫みたいな、大丈夫です。これは前にも言ってた気がする。ただしイケメンに限る とか、そこ大事だね しゃがんで目を見 2メートル 2メートル級の人しゃがむはもはや私で子供扱いってことでしょ。子供扱いはね、なんかまた違うんだよね。ぶつかってた、え、ぶつかってもさ、なんか大丈夫とはやってほしくないよね。わかる。触るか触んないかぐらいで、なんかこう触ってないけど、おお大丈夫みたいな触んないでほしい。気安く 気安く触らないで 気安く触んないでほしいよね。なんかそういう意思はないですよみたいな。おー大丈夫みたいな、ちょっと手添えてくれるぐらい。
ねえねえ、私さあれ嫌いなんだよね。共感してほしいんだけどさ、トントンって言ってこうやってやるやつ嫌いなんだよね。やられたことないでしょ。ちょっとね、さすがにちょっとおぉってなるよ。やだって。ここの線引きが難しいところなんだよね。わざとらしいのがやっぱ嫌なのかな。流行ったよね。そう、やられたことある、あるんだけど。あるんだけど、こうやってさ、なんか肩をね、知らない人のために説明するとトントンって叩いて、でこうやって振り返るじゃん。振り返った時にこうやってやるの、ほっぺたをこうやってやる。これ嫌いだったマジで。え、私これバッタにやられたことって、バッタ覚えてる？私が喋ったあのバイト先の超キモい勘違い男なんだけど。バッタにやられたことあるわ。そういえばこれ嫌だったの本当に。やられたらその指を折りたくない。でもしかもさ、なんかトントンってやってこうやってやった後でさ、なんか別に何を言うでもなく、なんか、はあ、疲れたねみたいな。黙れよ、ぶっ殺そう。てめえのこと大して好きじゃねえからって思って、うん、勘違い日記がいたんだよ、そういう。前の先に行ったの。本当に面白かった。気安く触ってくんなと思って、すごい嫌な気持ちだった。勘違いバッタがいたんですよ。で腹立たない？トントンってやって、なんか業務のことかなみたいな、何のことかな、仕事のことかなと思ってパッて振り向いたらさ、こうやってやられてさ、はあ、疲れたね。は？どうされてんのかてめえ。これもんですよ。はい。おっとっと危ないって。やっぱりうざかったね。それ、あの、私、その、塾の塾一緒だった野球部の子にもやったことあって、その子はねまだ可愛かった、なんか今考えるとね。私が前の席に座った時にトントンってやって、こうやってやられて、消しゴム貸してって言われて、いいよって。ちょっとそれは可愛かった。うん、髪の毛なかったけど。ちょっとそれはね可愛かった。うん、あれやられても反応に困るのも難点。いや、そうなんだよね。結局何がしたいのそれみたいな。あと私が嫌いなのは、TikTok に出てくる、なんか、これ言ったら
叩かれるかな、やめとこう。なんか流行りの音源だけを流してさ、なんか横画面とかでさ、なんかひたすらなんの時間ってなるよね。いや、かっこよ、いいなら、まあ、いい、そう、かっこいいんよ、あんたは。だけど、なんか、そんな15秒という長時間、あんたの顔面をただ眺めていられるほど私は暇じゃないと思っちゃうね。やっぱり。うん。それがなんか、海外に来だったらまあ、もう、かっこいいってなるけど、日本の男性がさ、なんかこうやって画面に向かってなんかなんかかっこ悪いやつからかっこいい子にドゥンって変わって、女の子のとかは可愛いから見てられるの、男性のやつはちょっとなんかおーってな。あとなんかそのドゥーンって変わってなった時になんかイケメンでしょみたいな感じで出てきた人がさほどでもなかった時の気まずい感じわかる？気まずくない？あれ気まずいよね、ちょっとなんかあのなんかでみたいな変わった時になんかいや。そのちょっと開いた口は何って、ちょっと開いた口は何って思ってしまって、おばさんとしては令和の男子は分からんなと思っちゃう、うん、女の子はいいよ、可愛いから見てられる、なんかうん可愛い可愛いって、うん、なんかあとなんかいろんな角度からのスローみたいな、いや流行ってるじゃん今、なんかこっちからこっちからここからみたいなやつをさひたすらお前はそれでいいんか合ってる？それ本当に大丈夫？それでいい？世界に発信してるよ。いい？それで。ってなる。いや、ナルシストなのはいいんだよ。なんか、ただ、私がすごい言うのは、ナルシストでもいい。SNS やってないナルシストがいい。じゃあ、自己顕示欲をそんなことに、で満たしてない人、なんかわかる、 SNS って自己満の世界だからさ、別に何発信してもいいと思うんですよ。でももし私が好きになる人ならば、なんかやっぱりその SNS はやってないけどやっぱ自信まんまだよみたいな人の方がいいよね。でもさ、なんか女の子とかはさ、男性が見ても可愛いなみたいな、フォローするかってなるじゃん。でもさ、女の子って割となんかそういうのをやってる男性を見てなんか なんでこんなことしちゃうんだろうって思っちゃう人の方が多いと思うんだよね。だからなんかやめたらいいのに。
やめたらいいのに。なんかそれがさ、なんかためになる美容のこととかを発信してる人とかだったら別に全然いいよ。なんか僕はスキンケアこれ使ってますとかさ、メイクしたらこんなに変わりますよ、男性だってメイクしましょうみたいな、全然いいよ。そのなんか発信する目的がある人は、ただ目的もなくさ弾んでる人いるじゃん、なんかなんか無駄にスローかけてなんかみたいなあれすごい嫌。うーん、実際どうなんて、あ、今時の JK にはそうなのかな、かっこいいなのかな。いやでもどうだ、はじめ社長がやってたらちょっとかっこいいな何かやっぱ経歴がある人がやるとさ、モデルで何かの雑誌に出ましたとか、何名やる気ましたとか、そういう人がやってるとちょっとかっこいいな、かっこいいなそういうことか。なんかでもそういうお仕事してる人ないけどさ、なんか別にそんな出るのやってないですよみたいな人がやってるの見ても才ですかとしか、うん、あとね、最近思うこととしては、なんか病んでる人ってやっぱちょっと魅力的だよね。目に光を宿してない人なんかこれずっと言ってるよね私。これは多分ひん曲がったなんか私だけのやつなんだと思うんだけど、フェチというか、なんか光を知らなくていいんだよね。なんかこうなんか目死んでるみたいな、ずっと言ってやむか、いやそう、なんか無理やりバット入んなくていいんだけど、でもなんか私がさこういうなんか結構地雷女系だから、共に落ちてくるくれる人さあここまで降りてこいっていう気持ちでいるからあなたはどこまで一緒に落ちてくれるのっていう気持ちでいるから、なんかその感覚が分かんない人は私には眩しすぎて無理かもしれない。さあおいで、あなたがどこまで落ちぶれるのか見ものだわ。なんか根本的にそうなんだよね。なんか天国に行くために頑張ろうってする人じゃなくて、一緒に地獄まで落ちようよって言ってくれる人の方がいい。悪役根っからのヴィラン。ペットボトルの蓋開けてくれる人眩しいと思う。そうかな、そんなことない。
そんなことないよ。眩しい人嫌いは無理か。うわってなる。うわ、光属性の。なんかさ、なんて言ったらいいんだろうな。難しいけど、なんか、なんか、だから、ほら、ヒゲダンも歌ってたじゃん。正しさよりも優しさが欲しいってなんか一緒に悪口言ってくれる人がいいんだよ。なんかそんなこと言っちゃいけないよとか言ってくれる人じゃなくて、なんかあいつがうざいって時に、そうだよねってこう寄り添う優しさを見せてほしいわけ。一回私の味方になってくれよって、バカ正直に、なんか、いや、それはそういうこと言うのはあんま良くないよ、みたいな。え、これ、なんかよく聞く例なんだけど、なんか元カノに対して、なんか、なんだろうな。元カノってこういうところあったんだよねみたいな話をしたときに、最低じゃんそれみたいな、今の彼女側が言ったとして、で彼氏がいやでも一回付き合った人のこと悪く言いたくないからみたいな、お前何ってならない？私が今カノならブチギレるね、そんなこと言われたときには。うん、え、ちょっとないねそれって言った時に、え、わかる、俺もちょっとそういうところはあんまり好きじゃなかったなみたいな、言ってよって、それを期待してんだよ。もう俺は戻んないから安心してねが欲しいんだよ。何綺麗に別フォルダに取っといてんだよ、ぶち殺すぞ。となるわけです。だからリガちゃん口が悪いよ、ごめんなさい。でもえ、でもさ、そういうことではないですか。そもそも元カノの話をしないで。いやいや、するやついるよ。例えばじゃあ彼女側に聞かれたらどうする？え、こういう時って元カノどうしてたの？みたいな。まあでもあいつな、なんかこういう時あんま話聞かなかったんだよなみたいな。え？それはないねって言った時、まあでも付き合ってた人のこと悪く言いたくないし、もう別にいいんだけどみたいな。いやいやいや、そこは一緒になって悪口言ってよ、悪口言ってよっていう気分にならない？これめっちゃ聞きますよ、私友達からも。別に元カノじゃなくてもいいの。そのなんか仕事で嫌なことありましたで、なんか聞いてほしくて、なんか誰々さんが、まあそう彼氏も知ってる人で、誰々さんがめっちゃうさくてみたいな、いや私にこんなことも押し付けてきてもう仕事にならなくてみたいな話をした時に、なんかえ、でもそれって丸々さんが言ってることが正しくないみたいな、だってこっちの仕事終わってないのにこっち手つけちゃったんでしょ、じゃあ最後までやんなきゃみたいな言われたったらさ、は？じゃあお前は誰の味方なわけってならない？私は2割にそれを言ってんのよ。もう圧倒的な味方で言ってほしいって。私が正しいとか正しくないとかそんなことよりも優しさが欲しいんですよ。だから私がこれを白と言えば白だし、わかる？
間違ってることを正しいと言えばそれが正しいって思ってほしいわけで、それにはなんかもう一つ理由というか根拠があって、ただでさえ叩かれる、ただでさえいろんな人にいろんな意見を言われる立場にある。なんかファンが味方でいないと誰が味方でいてくれるのって思うんです。私はだからその圧倒的味方でいてくれるみんなの気持ちと引き換えに、私も2割に全幅の信頼を置いてやってるわけですよ、活動を。だからなんかアイドル卒業してもこういう風に配信もできるし、そういう集団でいてほしいわけ。なんでなんか俺なら言えるから、私なら仲いいからっていう理由で私に文句言ってくる立場にいんのって思っちゃうわけ。なんか説教オタクだったりさ、なんかさ、まあもう一定数いなくなったけど、ただでさいろんな人にさ怒られて叩かれてさ辛いのにさ、なんでそこに普段味方でいてくれるはずのファンも上乗せしてくるわけって、あなたたちがストレスの種になってはいけないよって。だって応援してるんだよね。私はもう味方でも叱ってくれる人が、それも一定数いるんですよ、そういうことを言ってくるやつが。私はいいです、もうだって十分叱られてるもん、いろんな人に。なんかだし、なんかあなたの立場で私に何か叱れることがありますか。それは何年も芸能界やってる人とか説得力のある人に言われるならいいよ。お前ステージ立ったことねえだろってやつにアドバイスされるのは違くないっていう話ですよ。私は味方でいてほしいかな、ファンに。だからこれについてこれない人は多分私のファンは向いてないので、お帰りください。どうぞどうぞお帰りください別にファンになってとも頼まないし、私の脳の中にそんな人に媚びを売るほどのキャパを持ち合わせてないので、さよならと言ったような。そう、私は常にそう言ってるよね、2割には。多分もう理解者の方が多いと思うけど、常に私の味方でいてくださいと。これを理解できない人は多分私のファンにはなれないです。そういう人って根本的に多分自分の正義をアイドルという対象に振りかざしたいだけの自己顕示欲お化けなので、はい、十分です、あり余ってます、そんな奴らは周りに。お互いにとってよくない？なんかその理解できない応援の仕方を要求するアイドルを無理やり応援するのと、お互いにとってよくないし、時間の使い方がバカだから、それは効率的じゃないから、絶対私のファンにはならない方がいいと思う。傷つくだけだと思う。
そうだから2割くらいには味方にいてほしいなって、味方でいてほしいなっていう私のお願いなんです。これを聞いてる人がやっぱ真の2割ですよね。なんか違うなって、これはエリカちゃん言ってること間違ってるなって思った。でもエリカちゃんが言ってるからそうなんだってもう自分の思考を塗り替えてほしい。そういう気持ちでいます。そしてそれが私はファンと意思疎通できていると信じて、あの私のことを分かってくれてると信じて、そういうのをなんか外で喋ったりもしてるので、私はファンの人のことをなんか調教してるので大丈夫です。文句言ってくる人とかいないの？いません、全くいません。私のファンには、私のファンには私が白といえば白、黒といえば黒っていう人しかいませんよっていうのをいろんなところで言ってるのででもだから安心して、私は自分の好きなように生きられるし、何でも言える、みんなに。これが多分そうじゃなかったら、多分ここまで信頼してみんなに何でも話すような間柄ではなかったと思います。私は配信のスイッチを入れてただ配信する配信者だったと思う。はじめも出てこなかっただろうね。もう心に秘めてかっこいいなって思ってても言えなかった。でそっちの方が嫌じゃない？どう？みんなからしたら心で密かに思われてた方がいい？その方が心配しなくて済む？どっちがいい？なんかでもたまにいるじゃん、なんか隠せるなら隠し通してくれみたいなそういうのってさ、たださ、なんかかっこいいって思ってるだけの人にでもそうなのかな、隠してほしいのかな。何でも聞きたいし、焼きもち焼きたいし、やみたい。え、ド M ってこと？ド M ってこと？なんか雨の音がすごい心地よくて
なんかさっきまでカフェインでって開いてたのに目が眠たくなってきた。カフェインってでも日本人強いらしいですよ。なんか耐性あるんだってカフェインに。カフェイン全く効かない人いる？コーヒー飲んでも全然寝れますみたいな人。ちょうどいい量の雨って心地いいですよね。なんか雨は別に全然好きじゃないし、むしろ嫌いなんだけど、夜の雨ってよくない？昼に降る、朝とか昼に降る雨はマジで害悪でしかないけど、夜に降ってる雨は割と嫌いではない。音だけ聞こえる感じとか嫌いじゃない。雨は頭痛がするよね。私もすごいする。頭痛ってなんでどういうメカニズムでなるんだろうね。なんか腹痛とかはさ、なんか胃が収縮してとかさ、わかるじゃん。で脳ってさ縮みようがないじゃん。脳みそが縮んでんのかな、それとも脳にある神経に何かしらのなんか痛いよっていう信号を送ることによって何かのあの神経を刺激して何かのホルモンを出してんのかな。気圧が影響してると聞いたこと。気圧ってどう影響すんの？脳の中に。ああ、血管？確かに。脳は毛細血管とかが多いからってこと？なんか気圧で収縮するからなんか痛くなるってこと？それだったらめっちゃ怖いね。だって急にさ脳の血管詰まって倒れる人もいるんでしょ？わん。頑張って偏頭痛が起きないようにしよう。雨の時、若い時に骨折して、なんかあれだよね、筋肉の収縮でみたいなやつだよね。違う？これ一回終わろうかな。5時からまたあれがあるのでちょっと早めに終わっとこうかなと思います。で夜できたらまたやりますね。ちょっとまだ終わりが見えなくて、何時になるのか、誰かさんがキャリーケースを忘れたせいでわからないのでちょっといろいろとお待ちくださいませ。はい、一旦はここで終わろうかなと思います。7位がステラさん、6位が元吉さんかな。ちょっと待って、わかんない、読めない。どうしてこれ見れなくなっちゃったの。あ、来た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 。7位がステラさん、6位が元吉さん、5位がリュウジさん、4位がケイシャさん、3位がカーリューさん、2位がズンでいるフォッカーさん、1位がプリモキバーガーさん
今日適当すぎたねマジで。じゃあ今日は丁寧プリプリでいきます。ぶりぷ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 り。さん、はい。ぷりぷりぷり。リピートアフターミー。ぷりぷりぷり。さん、はい。ぷりぷり。ちょっとね、丁寧さが足りない。もっと気持ちを込めてぷりぷり言って。ぷりぷりぷり。さん、はい。おー、コメント欄がいいプリで埋まりました。はい。